布引五本松ダム、布引きダムとも、は、日本最初の重力式、コンクリートダム。2006年に近代解散、布引き水源地水道施設の一部として、国の重要文化財に指定された。厚生労働省の近代水道百選に選ばれている。神戸市中央区は、六甲山地の麓、と、布引き渓流を、布引きの滝の上流でせき止め、布引き潮水池を形成する。 現在も水道専用ダムとして使用されている。日本最初の本格的なダムで世界に名を馳せた神戸ウォーターをも象徴する建築遺産である。コンクリートダムであるが型枠用の石積みをそのままに残した外壁と古典様式のテンテルはヨーロッパの巨大な城壁を思わせ山毒の優れた景観の構成要素となっている。夜間はライトアップが行われ北野町と 布引きハーブ園を結ぶ神戸布引きロープウェイからも眺めることができる。布引き五本松ダムを含む水道施設は2006年7月5日、布引き水源地水道施設の名称で国の重要文化財に指定された。布引き五本松ダムのほか、分水施設、橋梁、土地などを含めた水道施設全体が文化財として評価され指定されたものである。指定範囲には 以下のものを含む、ありがとうございます。